題終わったの？もう半分やったで。ダメでしょ半分じゃ。僕は固めやから半分でええねん。行ってきます。サトシ。幼少期に視力を失いながらも天真爛漫に育ったサトシ。お母ちゃん、今日えらい綺麗やな。やめて、化粧落ちちゃう。朝一人で起きるのよ。お菓子食べ過ぎないこと、掃除もちゃんとやらないと。お母ちゃん、僕には耳がある、だから大丈夫や。あ、なんや急に。お前最近さ、たまに返事しないといけないの。あんた耳の調子悪いの？耳もうダメかもしれません。耳がダメになったら会話もろくにできん。私何もしてやれ、これでも母親なのかな。さとし。指点字なら読める、これならわかるわ。お母ちゃんありがとう。母と息子が見出していく奇跡のような未来。僕は考えることができる、言葉がある。僕がこういう状態になったのはこういう僕じゃないとできないことがあるからちゃうやろか。家族やろ。私たちあの子にたくさん教えられてきたんだね。実話に基づく真摯で温かな人間賛歌、桜色の風が咲く。